皆さんこんにちは、レック専任講師の根本です。ここではレックの秋からのラインナップ、こちらを紹介していこうと思います。新しく出てきた講座パックなどはいろいろあります。代表例はこちらの聖戦レギュラーパックです。多くの受講生が年明けから受ける当連のパックになります。具体的にはこちら1月からは聖戦当連実力養成編、全科目範囲指定のある当連です。これを使って1月から3月で強制的な人回しをしていく、4月からは聖戦当連ファイナル編、5全科目だけ当連、5科目だけの当連、これが全部で8回行われます。そしてその間、またそれが終わった後には午前午後を1日で行う模試、これが5月以降のものが全てついています。これが多くの受講生が受験する聖戦当連レギュラーパックになります。他にも新しいラインナップがあります。改正法の講座です。今期は民法不動産だけなく、いろんな法令の法改正が行われます。この法改正を効率的に、そしてかつ完璧にこなすための講座、これがこの改正法パーフェクトガイドになっています。回数は90分×4、まずは90分×3を配信します。通達等が出てきた場合、その法令として1回最後に行います。担当は私の方が行っています。そしてもう一つ、全科目択一過去問コンプリート講座、過去問を効率的に、そして完璧にこなす講座、こちらがこの過去問コンプリートというふうになります。具体的にはこちら、品質論点が詰まった問題をまずやって、その後難解だけど今後も出る可能性がある過去問を潰していく、34回、この回数を多く取ってしっかりと過去問対策をする、こちらがこの過去問講座になってきます。こちらの担当は私になっております。これに関しては法改正に合わせて今期すべて収録をし直しております。森山講師が担当するのがこの携帯使用書士60日完成講座というものです。有名な書籍である携帯使用書士、その著者による解説講義になります。そして単に解説をするだけでなく、ポイントに絞って、なおかつ受けやすいように1回30分でコンパクトにまとめます。そしてこれ60日聞くことによって全科目のところを網羅できるようになっています。またポイント3に載ってますが、改正論点などについても積極的な掲載があります。改正対策としても使用することが可能です。他にもいろんな講座が出ております。民事訴訟を強くする講座、記述のひな型を強くする講座、記述の過去問を攻略する講座、また総合的な記述の力をつける講座、こういったものも用意してあります。また他にもいろんな講座、こちらの方が用意してあります。自分に足りないものがあればぜひ検討してください。またどういうのが足りないのか、それがいまいちわからないという方は、こちらコールセンターもしくはレックの各本校の窓口でぜひご相談ください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。